これは泣いちゃう、山口達也の元妻、高沢祐子。15歳長男からの愛とユーモア溢れる手紙公開。時代の元メンバー、山口達也、51の元妻で、ハワイでトレーナー兼ウェルネスアドバイザーとしてサロンを経営する高沢祐子、47。 が19日までにインスタグラムを更新。イこれはないぞ。山区、クロッシングレインのメンバーとしてデビューした長男諸太郎。15区からもらった直筆の手紙を公開した。この日、高沢は、長男がプレゼントを持って三女世から帰ってきました。と綴り、自身と次男に宛てた長男からのバースデーカードや、大天使の姿が描かれた繊細なママお誕生日おめでとう。 ほとんどひらがなでごめん、笑いという書き出しからスタートし、いつもハッピーなママ、一生懸命なママ、綺麗なママ、面白いママ、優しいママ。僕はそんなママに生まれて心が張り裂けそうなくらい嬉しいよ。いつも言うけど無理しないで、からてこれからも頑張ろうね。ハッピーバースデー。大好きだよ、といった温かな文章が綴られている。 ぎこちない筆跡で埋められたカードからは、英語圏での暮らしが中心となっていることが、うかがえるが、左下には47、4721、ママ若いから大丈夫、というユーモア溢れるコメントが、高自身も、思いがいっぱい詰まったカードを思わず涙が溢れました、と感極待ったことを明かしている。かねてより SNS を通じて、 ハワイの日常や息子たちとの仲む、つまじい様子を発信してきた高澤。理想的なファミリーの姿に、フォロワーからは、これほどまでに素晴らしい絆でつながっているファミリーがあるメッセージに、たて最強ですね。永遠の21歳。うふふ、どんなプレゼントより、嬉しいですね。日本語で頑張って書いた直筆の手紙に感動しました。どうしたらこんな風に育つのでしょう。 4721が、なんとも可愛い、なんか胸がいっぱい、一生の宝物ですね。本当にいい息子さん立派に育ててますね。優しい。これは泣いちゃうといった好意的な反応が相次いだ。